ライアップ、ライアップ、ライアップ。オーケー、オーケー。もう1センチあげよう。もう2センチ、もう2センチあげよう。もう1センチ、もう1センチ。あ、浅見力すぎた。ゴーゼプト下げろ。ゴーゼプト。もうちょ、そ、そ、オーケー。わーっしゃ。試合来た。はい、ということで皆さん、おはようございます。畠山です。ということで本日は大学サッカーリーグ第2節 VS 北陸大学との一戦です。北信越の強豪北陸大学との試合ということで、絶対に負けられない戦いになっております。そして本日ですね、ホームゲームということで、まあ、選手としてもそうなんですけど、主務の仕事がとんでもないぐらいに、たくさんあるので、選手として、そして主務として今日も全力で頑張っていきたいと思います。それでは今日一日スタートです。さあ今日も気合入れてくれ。まずは最高の朝を迎えていこうと思います。それでは皆さん、いきたいと思います。せーの、勝利の朝はこうであれ。うんこでぞ。ほな行ってきます。うわ、今日雨か。いや、これは紛れもない快晴、快事、勝利。まあ今日やる北陸大学なんですけど、まあ、北信越の強豪っていうことでね、まあ、しかもこの星稜と、まあ、北陸大学との試合っていうのは、まあ、結構ダービーマッチのような感じで、まあ、リーガで言うたらあのレアル対バルサ、まあ、みたいな、本当にそれぐらいの熱量を持っていつもやってるんで、まあ、今日は結構白熱した試合になるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、今季4試合目の試合ってことで、まあ、結構公式戦慣れしてくる部分ではあるんですけど、やっぱり1試合1試合丁寧に戦っていかないといけないし、この1試合この1戦に全力をかけて戦いたいなっていうふうに思います。今回も、たくさんの応援をよろしくお願いいたします。頑張ります。レイジョン、おはようジョン。今日のダービーマッチ全力で頑張ってくるわ。そしていつかお前をその石像の呪いを解いてやるからな。嘘やんか、もともと石像やんか。デイブ、お前には言うことがない。あ、すみません、ちょっと待ってください。ここにもあるじゃん。ここにもあるじゃん。マジか。おお、パンチ、パンチ。あ、すみません。今空気中にあった Wi-Fi をかき集めてポケット Wi-Fi 作ってました。っていうことで、一発ギャグしていきたいと思います。寄せます。はい、それでは時間なくなってきたんで準備したいと思います。いきます。絶対勝つ、絶対勝つ、絶対勝つ、前線3人ハンド、絶対勝つ、絶対勝つ、絶対勝つ、勝利ボーナスは三上優愛、絶対勝つ、絶対勝つ、絶対勝つ。それではアプリに着替えます。せいいね、畠山を整えていきたいと思います。よっしゃ、今日の俺も完璧だ。はい、ということで、サッカーノートの確認していきたいと思います。今日の目標ですね、まずはいつも通り無失点ということにこだわっていきたいと思います。今回リーグ戦なんでね、まあ、得失点差っていうところもあの順位に影響してくるので、やっぱ失点をなるべく抑えて、かつ、得点を取るっていう意味では無失点でいかないといけないし、まあ、今年の個人的な目標としてリーグ最少失点っていうのがあるので、まあ、そこを叶えるためにも、まあ、チームで連携してね、無失点で終わりたいと思います。二つ目ですね、チームを鼓舞する。まあ、チームを鼓舞するっていうのは、まあ、結構声とか、やるぞやるぞって盛り上げる声ももちろんそうなんですけど、まあ、そういう声だけじゃなくて、やっぱプレーでもチームを鼓舞できるように、今日もチームのために、そして自分の目標のために、全力で頑張っていきたいと思います。さあ、持ち物確認するぜ。はい、グローブ、アップ用、試合用、そしてスパイク二つ持ってきます。はい、で、こちらサッカーノートと、はい、このように大量にシムの、資料があります。そして公式戦ユニフォーム、一番、今日もよろしくね。こちら着替え、あと今日はですね50回記念セレモニーがあるので花も持ってきます。よし、準備完了。いや、今日持ってくもん多すぎだろ。うわ、よっしゃ、やるぞマジで。それでは決戦、行ってきます。よいしょ。
じゃあ行こうぜ。バモ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 。戦い行くよ。メンバー表と俺らのメンバー表が書いてあるやつあるから、それをさバインダーに、あの多分俺のパソコンの横とかにあると思う。もう一枚あったし、やばい、マジでやばい。まず目の前の一戦ね。オッケー。あの真剣に向き合って勝とう。オッケー。せーの。さあ今日も勝って帰るぞ。笑顔で帰ろう。最高。最高。ゴールだけ。疲れた。はい、ということで、試合から帰ってきました。リーグ2節目、1対2で敗戦しました。まあ前半立ち上がり序盤に2点決められて、もう完全に立ち上がりの悪さから、勝負が決まっちゃったなっていう感じですね。まあ結局1点しか取れず、まあすごくもったいない試合になってしまったなっていう感じなんですけど、まあ一喜一憂してる暇はないし、もう来週、まあ同じ相手と決勝、天皇杯決勝なんで、まあもう次は負けれないし、抜け目ないチームを作んないといけないっていうか、まあ結構ここ最近の練習でもそうだったんですけど、チームの雰囲気を良くしようとか、誰かをカバーしてあげようとか、まあもちろんそういう気持ちって大事なんですけど、なんかこう、やっぱピッチに立ってる11人は、もっと熱を持って、
まあ俺もそうですけど、ピッチで戦わないといけないし、ピッチの中で気を使い合うのは違う気がして、自分は試合の中でやっぱりダメなものはダメだし、ここは戻れっていうのは絶対強く言わないといけないところはあると思うし、もう絶対ここはやってくれって、そこへ強くやっぱ言わないといけないところは絶対試合の中であるし、でそこに優しさなんかはもういらないし、自分は一番見えてるからそこを絶対伝える義務があるし、チームの11人、ピッチに出てる11人が自覚を持って戦わないとダメなんじゃないかなっていうふうに思いました。まあもちろん試合の中でミスを恐れたり、まあこうなっちゃうんじゃないかなっていうのが多分もちろん不安とかあると思うんですけど、ミスしないようにしようとかっていう考えは、それはもうチームのためを思っているようですごく自己中心的な考え方のような気がして、試合に出てる以上はミスを恐れず、やっぱり相手の嫌なことをいかにできるかとか、どうやったら得点を奪えるかっていう、やっぱそういう頭に切り替えないといけないし、もっとやっぱりピッチ上ではギラギラしないとダメだと思いますね。まあ、そこが今日はうちには足りなかったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、4年生も関係ないですね。もう学年なんて正直関係ないです。もうピッチに出てるやつ、そしてまあベンチから出てくる人もそうですけど、まあ、そういう人たちが戦わないと絶対ダメだと思いますね。また練習からね、熱持ってやっていきたいと思います。とりあえず天皇杯決勝はね、何が何でも勝つしかないんでやってあります。はい、飯行きます。いやまあもちろんめっちゃ悔しいですけど、とりあえず来週のもう天皇杯決勝戦でもうぶつけるしかないんで。フランス、アルゼンチン、エクアドルが出る。購入しました、帰ります。よし、帰ります。はい、ということで今日一日が終了いたしました。皆さん今日もお疲れ様です。今日は惜しくもね、敗戦してしまったんですけれども、また明日から、来週の天皇杯県予選決勝に向けてチーム一丸となって頑張っていこうと思います。それでは今日はもう寝たいと思います。Twitter、Instagram、TikTok ですね、概要欄の方に貼っておりますので、そちらからフォローよろしくお願いいたします。それでは皆さん、いい夢見てくれよな。